1937年のベデカー、イギリス版ベデカーは、近代的旅行案内書の草分け的存在を、出版しているドイツの出版社、及びその会社が出版する旅行案内書。専門家が執筆し、最新の情報を掲載するために頻繁に改定される。旅人への利便性のために持ち運びに便利なサイズにしてある。他社の旅行案内書も、ベデカーと呼ぶことがあるほどに、 欧米でその名は浸透している。1827年にカール・ベデカーが設立する。兄弟の死やフグによって家督を継いだ三男のフリッツ・ベデカーが1872年に社屋をライプツヒに移転させる。機械輸送の発展に伴ってフリッツは鉄道ガイド、外国ガイドに家業を広げていった。第一次世界大戦の前にはベデカーは 非常に有名な旅行案内書になり、旅行案内書を書くために旅行することを英語でビデカリングというほどであった。第二次世界大戦中の1942年、ドイツ軍は報復爆撃としてイギリスの都市に対して空襲を行った。この空襲の目標値はベデカー社の出版物を参考に選んだので、この空爆はベデカー爆撃と呼ばれている。 1943年の12月にベデカー社の施設や書類は空襲により怪人に返した。しかし1948年に創業者のひまごが再建し旅行案内書の出版社としての再スタートを切る。この大戦中、ナチスは占領地区の旅行所を作成することを認じた。その地区はポーランド、ウクライナ、アルザスなどである。1978年に 保険会社であるアリアンツに経営統合され、ベデカアリアンツの旅行所と呼ばれるようになる。しかし2001年現在、64もの英語版と24ものフランス語版にはアリアンツの名は入っていない。ありがとうございます。